国税庁は日本の行政機関の一つ。内国税の適正かつ公平な負荷、徴収の実現、種類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを目的として設置された財務省の外局である。国税庁の名番国家行政組織法第3条、第2項及び財務省設置法第18条第1項の規定に基づき、 財務省の外局として設置されている。任務は、財務省設置法により、内国税の適正かつ公平な負荷及び徴収の実現、種類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることと規定されている。国税の負荷、徴収を司るとともに、主犯免許、酒造免許などを通じて、種類業界を管轄する。税制の規格、 法制化は、財務省主税局の所掌であり、国税庁は、租税制度を執行する機関としての位置づけになる。国税庁長官を長とし、内部部局として、長官官房、課税部、徴収部及び調査査察部を置くほか、審議会として、国税審議会を、施設等機関として、税務大学校を、特別の機関として、国税不服審判所を、 地方支分部局として、全国を分割する形で11の国税局及び、沖縄国税事務所を設置する。国税局及び、沖縄国税事務所の下には、それらの一部事務を文章する、下部組織として、計524の税務署が置かれている。本庁舎は、東京都千代田区霞ヶ関3丁目1番1号に、所在する、財務省本庁舎の5階である。 近年は1年、またはそれ未満での長官交代が慣例化し、2001から2021年で20人の長官がついている。上記財務省設置法第19条に規定された任務を達成するため、財務省設置法第4条に列記された事務の内書きの計7号の事務を文章するとともに、第20条に別に規定された事務を司る。具体的には、 以下のことに関する事務がある。第4条、第21号にある、第27条第1項各号に掲げる犯罪とは、国税庁の所属職員がしたその職務に関する、犯罪やその職務を行う際にした、犯罪、国税庁職員への贈賄などであり、国税庁長官が国税庁職員から命じた、専任の国税庁監察官がその犯人を呼び、 証拠を捜査するものとされる。ただし、国税庁監察官は、特別司法警察職員ではないため、逮捕、差し押さえ及び捜索などをすることはできない。また、この、捜査には、刑事訴訟法が適用されるため、国税通則法に基づく反則調査とは異なる、ものである。徴税の手続きの一つとして、税務所では、 個人の場合は、毎年2月中旬から3月中旬にかけて、確定申告を受け付ける。法人の場合は、決算期の終了から2ヶ月以内に行う。国税庁長官は、納税功労に対し表彰する最高の納税表彰として、納税意識の高用等、税務行政の円滑な運営に尽力した者に、国税庁長官表彰を授与する。 これに準ずる表彰として、国税局長表彰、税務所長表彰がある。また、税に関する作文コンクールなどでも国税庁、長官賞を授与することがある。また、法人会等の運営に対する発展に寄与した、功労者などには、国税庁長官感謝状を贈られる。2018年8月28日、菅義偉官房長官は、 中央省庁の障害者雇用の水増し数を発表、全省庁水増し3460人中、国税庁は最多の1022.5人に上った。2021年7月、国税庁課税部の職員のべ20名弱が7月6日から7月9日に、まん延防止等重点措置発令中の東京都内で開催された、 複数回の最長2時間半の送別会に参加、うち20代から40代の7名が新型コロナウイルス感染症に感染した。国税庁の組織は基本的に法律の財務省設置法、政令の財務省組織令及び省令の財務省組織規則が階層的に規定している。国税庁キャリアが就任できる幹部ポストは 長官官房国際業務課長、厚生管理官、課税部の主税課以外の課長、徴収部長、徴収部の課長、調査査察部長、調査査察部長、査課長のいずれかである。地方支分部局の区分は、国税局と沖縄国税事務所である。国税局の名称及び管轄区域は以下の通りである。東京、大阪、名古屋の国税局には、 映画、マルサの女で有名になった、査察部がある。その他の国税局は、本庁と同様に調査査察部で、査察業務を行う。2021年度一般会計予算におけるにおける、国税庁所管の歳出予算は6,364億6,333万2000円。財務省が所管する。 一般会計予算30兆5247億6468万円に占める割合は約2.21%である。ただし、財務省予算から国債費23兆7587億5848万4000円、及び予備費5兆5000億円を除くと50.3%になる。科目別の内訳は、 国税庁共通費が5658億5128万1000円。国税庁施設費が27億131万8000円。税務業務費が620億8763万8000円。国税不服審判所が47億7985万円。独立行政法人種類総合研究所運営費が10億4324万5000円となっている。 一般職の在職者数は2020年7月1日、現在、54,587人である。定員は、奨励の財務省定員規則に55,980人と、規定すると定められている。職員の競争試験による採用は主に国家、公務員採用総合職試験、同、国税専門官採用試験を呼び、 税務職員採用試験の合格者の中から行われる。いずれの試験も人事院が実施機関である。国家公務員採用総合職試験について、国立大学は帝国大学、私立大学は総計が多い。2019年度の採用実績4月1日付採用によると、総合職試験合格者からの採用者数は15人で、区分別内訳は、 陰卒二人、陰卒二人、大卒一人、大卒四人、大卒二人、大卒一人、大卒一人、大卒一人,人となっている。国家公務員採用総合職試験、同の合格者からの採用、事務経営にあたり、人間力重視の採用を行っている結果、出身大学も多様となっている。平成20年以降、 平成31年まで24大学から97名を採用している。なおこの数値は事務系のみのものである。技術系については同様のデータは公表されていない。このデータは平成31年度採用までのものであり2021年5月、現在、それ以降の更新がされていない。2020年4月1日付で、 国税専門官試験からは1151人、税務職員採用試験からは767人を採用した。また、国税庁経験者採用試験で197人を採用した。国税庁職員は一般職の国家公務員なので、給与は一般職の職員の給与に関する法律によって、規律される。法給表は、 省庁の一般職職職員と異なり税務職報給表が適用されるこれるこは国税庁に勤務し、租税の負荷及び徴収に関する事務等に従事する職員に適用する法給表である。ただし、内部部局に勤務し特に指定を受けていない者や幹部職員及び行政職法給表の適用を受ける者などには適用されない。国税十左官。 国税調査官または国税査察官が国税通則法の規定に基づく調査、検査または反則の取り締まりの業務で人事委員の定めるものに従事したときは特殊勤務手当として反則取り締まり等手当が支給される。金額は業務に従事した日1日につき550円である。国税庁及びその地方支分部局の職員には 労働基本権のうち葬儀権と団体協約締結権が国家公務員法により認められていない。団結権は保障されており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。現在、職員団体としては国税労働組合総連合。 全国税労働組合及び沖縄国家公務員労働組合全税支部が活動している。国税労組は国税局ごとに組織された単一労働組合の連合体で同国税、東北国税、赤新国税、国税東京、北陸国税、名古屋国税、大阪国税、四国国税、福岡国税、 熊本国税及び沖縄国税の12炭素で構成されている。全国税は国税局ごとに複数の支部によって対応する地方連合会を作る形式をとっている。沖縄国交労全税支部は沖縄国税事務所のみに組織を置く。加盟炭酸は国税労を及び沖縄国交労は国交連合全国税は国交労連となっている。 組織辞任は2011年度の労働組合基礎調査によると国税労組が3万1795人、全国税は379人となっており、全社が絶対的多数派の地位にある。国税労組は他財務省関係機関の連合系労組のとともに協議会の全大倉労働組合連絡協議会を構成している。 全国税はこれに相当する組織として、全税官と大倉国交を構成する。第二次世界大戦の終結から間もない1946年、日本の労働運動の全般的な公用を背景に、2月の東京財務局における東京財務職員組合を発端として、国税部門における労働組合の結成が相次いだ。5月16日には、 国税職員の最初の全国的労組である全国財務職員組合連合会が結成された。前在は1947年1月に単一組合に改組し、略称は引き継ぎつつ正式名称も全国財務労働組合に改めた。前在は全国官庁労働組合協議会の中核労組として、 1947年の2.1ゼネストや1948年の3月闘争、及び7月闘争など、急進的な観光庁労働運動に参加し、1947年2月には、大倉当局と労働協約を調印した。7月闘争を契機として、国交労働者からストンが剥奪されるのに前後して、前在では、執行部の方針を左翼的として、 これに批判的な勢力が強まった。全在再建同盟が1948年7月に結成されたほか、関東、東北、山陰等の諸支部の脱退が相次ぎ、1949年2月8日、脱退支部は新たな全国組織である日本財務職員労働組合協議会を結成するに至った。分裂後の組合員数は、 全財が3万8千人、被財老が1万6千人であった。しかし、1949年夏の想定違法による大量各種を経て、税務職員労組の分裂状態を克服する機運が高まり、1950年1月25日、全財と被財老は再統一して、日本財務職員労働組合連合会を結成した。 また1949年12月に全観光から分裂して結成された日本観光庁労働組合協議会に加盟した。1953年4月26日、被在労連は全国税職員労働組合連合会に解消し、1958年12月24日には組織を単一化、現在の名称である。 全国税労働組合に解消した。1962年から1963年にかけて、1962年5月の関東、新越国税局を皮切りに、全国各地の国税局で全国税から脱退し、第二組合を結成する動きが急速に進んだ。発生した第二組合軍は1962年10月29日に、全国組織として、 国税労働組合全国会議を結成した。全国税から国税会議系へ移行する動きは進行し、全国税は少数派組合へ調落していった。全国税は総評に加盟していたが、国税会議は系列の全観光へ加盟して、同盟に接近し、1977年には同盟に正式加盟した。この時、 国税会議の組合員数は2万7000人に達していた。1960年代から1970年代の組合勢力の激変の背後には大倉省国税庁当局による全国税組合員を対象とした切り崩し工作と第二組合の育成があったことが指摘されている。全国税はそのような認識から 勤務条件に関する行政措置の要求の制度を利用して、人事院に対し当局に脱退工作を止めさせる、要、団結阻害行為の排除を要求したものの、人事院の調査ではそれを裏付ける証拠は見つからず、棄却判定が下された。当時、大倉官僚だった、畑井久彦は1962年から1963年にかけて、 遠山治審議官を指揮官とする長を挙げての切り崩し工作が成功して壊滅状態になった説得工作にあたっては不当労働行為の口実を与えないよう最新のルールで臨んだというと著書で記している。労戦再編の最終局面にあった1989年10月15日国税会議は協議会に改装して名称を 現在の国税労働組合総連合に改め、日本労働組合総連合会の結成に参加した。一方、全国税は、上部組織の国交労連とともに、全国労働組合総連合に参加した。国税庁長官は、日本の国税庁の長、財務省に採用されたキャリアの公務員がつく、こととされている。ありがとうございます。